はい、こんにちは、なすけです。ということで今日はね、体重をねめちゃくちゃ落としたね、嫁ですけど、今日ね休みなので、まあ一日ね食事をねちょっと僕も見れるかなと思って、いつもはね会社行ってたりお弁当持ってってるから見れないんだけど、見れるかなと思って、なので今日は密着しながら、どういうフル食とどういう PFC とカロリー取ってんのかっていうのをね動画にしたいと思います。ということで、よいしょ。すごい使い古してます。おはようございます。ありがとう。朝一のプロテイン、朝はいつも食べるプロテインだよね、ほとんどね、うん、で今日は休日だけど、いつもだったらプロテイン飲んで有酸素行くみたいな。有酸素はいつも何分ぐらい？3分。30分。あれ、いつもお米で何個食べてるの？グラムか。え、これ何使うの？ゆで卵。あ、ゆで卵か。素晴らしい。何個したらいい？俺も食べるから、じゃあ3合ぐらいでお願いします。これはね、コウキさんにもらったやつだね。山形の生え抜きっていうお米らしいです。めっちゃ美味しいからね、これ。ご飯食べるのが楽しみになっちゃうね。絶妙なバランスで、その量を測ってます。なんでいいか。だいぶ太ちだ。すごい。あ、そこで温めるんだ、最初。うん、普通にいつもやってない。あ、ほら出てきちゃった。あらら、あ、曇っちゃった。こんな感じ、いつもゆで卵作ってるのね。ゆで卵の髪が出てきちゃった。これ、一気作りしただけでしょ。全部食べないよね。あ、全部食べないよ。あれ、なんか生まれてる、うん、あ。見て、こんなに取れた。食べちゃおう。これ朝も1個食べるの？朝1個食べる。さっきタンパク質取ったから 20g プラス卵1個ってことか。あとお米は？お米120g だけ、朝ごはんを。あとサバ缶。あ、サバ缶か。こんなにツルツルにむけるんだね。わ、すごい、すごい綺麗にむけてる。ゆめすけのお肌みたいだね。そう、今ね、寒いけどね、こうやって髪の毛をね、セットしてたんですよ。これからちょっと撮影とかに行くんですけど、まあジムの方で撮影なんでね、実は。できれば見てください、ほら。めちゃくちゃ頑張ってました。めちゃくちゃ頑張ってます。YouTube 見ながら。あ、そういうことか。この YouTube を見ながら頑張ってるわけです。あ、そう。旅行の準備が置いてあります、今。旅行の準備が置いてありつつ、ここでめちゃくちゃちょっと頑張ってるっていう。すごい。すごい、頑張ってます。おー、美味しそう。しっかりセットしてありますと。もうピンポイントで臨めるようになってんじゃん、うん、プロになってんね。ほんとだ、素晴らしい。これは僕の残骸です。はいはいはい、出ました、サバ缶ね。こんなにサバ缶出てる、すごい。全部食べるわけじゃなくて、半分だけ、半分だけ食べる。もう半分よりちょっと多め。サバはすごい痩せやすい油が入ってるからね。もうこっちに食べるさ、効果感じてる。美味しいし、痩せるもんね。美味しいもんね。サバ好きだもん、もともとサバ大好き。一応これは出して残しておく。あ、で、さっき作ってゆで卵、うん、で、これを食べる、うん、あ、もうそのまま食べるんだ。サバそのまま食べる、何もかけなくても美味しい。いただきます。はい、いただいちゃってください。どうでしょう。いつも通り美味しいです。これがいつも通りの日常、うん、でこの汁も美味しいもんね、サバって。わかるわかる。これちなみにサバのパスタ食べてます。すごい綺麗なゆで卵。ちょっと半熟、半熟でもないか。ちょっとつけとくんだ、うん、と美味しくなるっていう、うん、今日の味なしだけどね、さっきつけたばっかだから全然。ああ、なるほどね。美味しそう。ちなみに僕はサバパスタです。卵は毎食食べないのか。朝だけ卵。そう。で、ちょっとスペシャル。スペシャル。うん。ご褒美。そう。美味しそうで壊す。これは、成長剤を飲んでます。まあ、しっかりね、ビタミン系は結構取ってるね、ちゃんとね。うん。今ね、ちょっと撮影をジムでしてきたんですけど、まさか嫁すけもね、パーソナルをしてました。はい。イメージ、動画はこちら。めっちゃいい。はい。9。
数はい10あと5回ってことでね、これからちょっとね、いろいろね、土曜日なんですけど、結構今日は忙しくて、まだ10時なんですけど、いろいろもうやりきった感あるんですけど、ちょっと移動していきます。見てこれ、無糖のレモンティー。僕もあんまりさ、ちょっと減量っていうか、まあ、増量しすぎないようにしてるから、レモンティーをね、まあ、無糖とか買ってるんですけど、飲むレモンティー。飲む無糖のレモンティーです。レモンティーあんま好きじゃないでしょ。え、レモンティー好きだよ。ゼロカロリー結構飲むもんね。おお、うん、無糖だ。でもさ、味があるもの飲めるって良くない？うん、減量中。確かにやっぱりしてるね。人工甘味料もないからいいよね。時刻1時前お昼は 100g なんだ。そう、少ないね。ぴったりですね。素晴らしい素晴らしい。あの、どこで半分だけ食べるんだ。そう、これいつも会社で食べてる。会社で食べてる。会社に持ってってるから、うん、隅っこでサバが匂わないように。あ、食べてるんだ、うん、俺、サイヤさんにサバ臭いって言われたよ。うん、君見た、入った瞬間、はい、猫の匂いって思った。だろうよ、こんなにサバ食べてるからね。だってサバフレグランスになってる。最悪だ、すごい。違うこれ美味しい。え、美味しい。食べてみる。サバカレーなの、ね、いつも俺は。なんか、うん、サバカレーもやってみたら。お前やったことあるよ、ちゃんと。あ、そっか。で、これにたどり着いたんだ。いや、なんかカレーだとさ、ちょっと計算がめんどく、ちょっとだけね。だから、嫁つけは俺より食べるカロリーが少ないからね、うん、だから、カレーとか食べると100キロカロリーぐらいプラスになるもんね。美味しいのはかかってるんだけど。確かに、それはあるね。そのカロリー、バナナとかで食べても満足感あるかな。なるほど、それでもちょっと面白い考え方。サバカレーのね、匂いがすごいね。食べてる方は気にならないけど、うん、食べないが気になるね、やっぱり、うん、でもサバは安いからね、本当にめちゃくちゃ安いからね。やばい、めちゃくちゃ散らかってる。結婚式の準備をね、今すごいしてました。これをこれから持ってくんだけど、現在の時刻はね、4時過ぎ。これからアプリコット。アプリコットこれ何キロカロリーなの？ 100g で 296? 半粒ずつ食べてるやつ。なんでいいんだろうね。ブーちゃんがいいって言ったもんね。カリウムがいっぱい含まれてるからむくまない。あ、なるほどね。むくみを取れる副物ってことですね。うん。素晴らしい。これ何粒ぐらい食べるの？財布は4にしてたけど、ちょっとカロリーを最近抑えたいから3。おお、3粒一気に食べるんですね。本当はバナナも食べたいけど我慢する。今日外でしょ、うん、ずっと夕飯、うん、ちょっと外食のために調整するって感じですね。素晴らしい。ちょっと持っていきますか、結婚式のやつ。よし、これからね、これを運び込むよすごい量を持ってます。顔がもう見えないです。1400でやっちゃってるからすごい計算してる。300くらい取っていいんだけど、美味しそうだね。でん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 、素晴らしい。これはね、俺もよく食べるんで、チリソース。いいでしょ。ちなみにね、僕はね、このザマスのプロテインと、最近ね、セブンイレブンでね、この照り焼きチキンと卵サンドが美味しいって話で、これちょっと、ね、買いました。うわ、落ちそうだよ、ゆで卵。うん、今日朝作ってゆで卵に似てるよ。本当だセブン並みの腕なんだ。これ絶対家で作れるなと思って、結局作ったこと一回もないな僕はこのサンドイッチを食べる。これ脂質7とかだから、うん、すごい少ない、ね、え、脂質23もあった。ちょっとマヨネーズの味するなと思ったんだよ。時刻は12時前になりました。もうそろそろね、ラストの食事になると思うんですが、なんとですね、もうラストの食事準備しております。嫁付けの最後はね、これだし、整腸剤とビタフィット、ビタミンのね、これは女性のね、生理痛のね、緩和をね、できるということで、まあこれをね、いつも飲んでるね、うん、ということでビタミンをめちゃくちゃ飲んでおります。はい、いかがだったでしょうか。一応ね、嫁助のね、POC とかカロリーとかね、ここら辺にバーンと出しておきます。多分毎食に出てると思う。一回だけね、トレーニングを今日終わった後にプロテイン一杯だけ飲んでたらしいんだけど、まあそれも含めたカロリーと POC って感じです。ということでね、参考になりましたでしょうか。あとね、結婚式までね、本当にね、1週間ぐらいになったんで、まあ僕もね、ちょっとね、これのことやっちゃって、ちょっと意識高くなっちゃってるんですけど、ラストね、頑張っていきます。いや、マジですごい。え、すごい、本当に。びっくりするぐらいすごい。こんな感じで、ウエストがめっちゃ細くなってます。ということで、結婚式まで頑張ります。また